中学校3年生の2019年の中間テストの、まず数学からですね、出題のお話をさせていただきたいと思います。まずですね、数学出題範囲は、教科書の8ページから28ページでした。この教科書というのは、中学校3年生の教科書ですね。で、問題数は、30問ですので、全体の問題数としてはそこまで多くないのかなというふうに思います。で、まずこの30問のうちですね、5問が、1年生と2年生の計算の復習です。ですから、3年生の勉強だけをすればいいというわけではなくて、1年生と2年生の、算数の復習も、取り組んでおく必要があるということを認識してください。で、次に、この1、2年生の計算の中身なんですが、政府の数、文字式の計算、連立方程式、文字式の計算、一次方程式と、まんべんなく1、2年生の計算の復習が出ています。この中身については、後ほどメールで保護者さんに送りますので、確認を取っていただきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。で、次がですね、1年、ごめんなさい、3年生ですね。一番最初の多項式の計算から、なんと12も出ます。分配法則を使った展開とか、乗法公式を使った展開とかですね。その他の問題あるんですが、多項式の計算の展開の問題から12も出てくるということで、ここは確実に点数を取りたいところなので、丁寧に、塾で教わった通り、途中のね、式とかを飛ばすことなく実施していただきたいなっていうふうに思います。で、次です。多項式の計算の次に、もうね、勉強も入ってる方いるかと思いますけど、因数分解から出てきます。乗法公式を使った因数分解とか、置き換えですね。例えば、x-y をビッグ A と置き換えると。そういった置き換えを使った、因数分解など、こちらも基本的な問題ですが、出てくるということで、最初の1、2年生の復習と、あと多項式の計算、因数分解、合わせて25問出てきますので、ここは確実にやれば、絶対に点数は取れるはずです。で、おそらく、点数の配分としては、1問あたり、3点くらいかなと思うので、ここの25問を確実に正解させることができたら、75点くらい取れるのではないかなというふうに思います。はい。で、最後にですね、残りの問題なんですけど、これ規則性に関する問題ということで、教科書や問題集を見ていただきたいんですが、数列表から段数と行数を計算で、出す問題。これ受験でも時たま出てくるんですが、問題集には必ず記載がありますので、アイワークとか学校で配られているワーク、このあたりをしっかり確認してください。あとはですね、正方形を使って貼り合わせた際の面積の問題、等々ですね、いくつかちょっと皆さんが苦手とする問題群も出ていますので、必ず問題集でこの規則性に関する問題というのを集中的に解いておくといいかと思います。はい。数学は以上ですね。よろしいでしょうか。後ほどまたこの内容はメールで送ります。はい。で、次に、英語です。英語はですね、教科書のページ数で申し上げると、去年はかなり少なかったですね。教科書のまず、ページ4ページから9ページ。あとはですね、これはユニット0の、範囲ですね。4から9というのが。あとは教科書16から17の、デイリーシーンは、この2つの範囲から出てきました。ということは、教科書10ページ以降が、ユニット1の受動態に関する、単元かと思いますので、
受動体は去年の中間テストの時点では出てなかったということです。ただし今回はおそらく中間テストが実施されずに期末テストと一緒に出題される可能性が高いですから、まあ、この範囲はあまり気にせずですね、教科書の最初の4ページからこう順番に勉強していくのがいいと思います。で、教科書のユニット0っていうのは基本的に中学校2年生の復習になりますので、中学校2年生の文法が全般的に理解できているかどうか、そういったところが重要かと思います。はい。で、具体的な中身なんですが、問題数は全部で、28問になります。ですので、全体の問題数としては、英語のテストとしてはそこまでは多くないと、まあ、標準的な問題数かと思います。で、28問のうち、英作文が3問になります。で、これ内容的にはですね、過去形の作文が入っているということで、まあ、教科書の内容にも、沿ってないということで、まあ、いわゆる自由英作文ですね。ですので、まあ、これは1年生、2年生の文法をしっかりこの春休み、学校休校期間中に学習しておかないと取り組めない問題ということが言えるかと思います。英作文が3問です。次にですね、場面ごとの会話表現が3問あると。食事している場面での、英作文です。で、こちらも後ほどメールで詳細を送りますので、教科書に適合しているところをきちっとチェックをして復習しておくと、いいと思います。で、その次に文法の穴埋め問題が4問。で、こちらも詳細は後ほどメールで送りますが、まあ、その中で言うと、there is 文型、there are 文型ということで、これ確か2年生の1学期に学習した内容、もしくは2学期の頭の方に学習した文法と記憶してますけど、まあ、こういったように、2年生の内容もしっかり出てきているということですね。はい。まあ、その他、まあ、全般的にはですね、長文中の内容を読み取って解いていく問題が残りはほとんどということで、後ほどお送りするメールの内容をしっかり読んで、教科書を熟読し、意味を理解し、さらに、まあ、1年生、2年生の文法を復習するということで、まあ、3年生としてやっていく内容になってますので、皆さんしっかり取り組んでいただきたいと思います。はい。英語については以上です。よろしいでしょうか。はい。で、次はですね、国語に関しての、問題です。国語はですね、まあ、どの学年も教科書の流れというのは決まっていて、最初に詩があって、で、その後に、物語文で始まるケースが多いんですが、3年生も詩で始まって、で、その次に井上久志さんの悪手と言われる、物語文が出てきます。で、去年の忠尾中学校の3年生の、中間テストは、この悪手が中心として出題されています。でですね、あと漢字については、去年はですね、たびたび漢字練習帳っていうのをこう使ってたみたいで、ちょっと今年はすいません、先生たちも把握してませんが、漢字はこの、たびたび漢字練習帳から10問出題されています。で、この漢字以外で言うと、全体で25問ですから、25-10で、まあ15問問題が出題されているということかなと思います。で、じゃあ具体的にじゃあ悪手の何が出題されてたかっていうことなんですけど、この井上久志さんっていうのはとても有名な作家さんになりますので、作者の名前、まあ、井上は一般的によくある井上さんですけど、久志っていうのは漢字で書かなくて、ひらがなで書きますね。その辺きちっと覚えてください。あと、井上久志さんの職業に関する問題。まあ、この人小説家でもあるんですけど、放送作家であったりとか、あと劇作家といって、いわゆる劇場で
まあ、開く、いわゆる劇の、まあ、中身を考えるとですね、まあ、そういった仕事を兼業されてましたので、放送作家とか劇作家ということを書けるようにしておいた方が、いいかなと思います。あと細かいところは、メールで送りますので、まず作者の人がどんな人か、どんな作品を過去に出していたのか、等々ですね、これ教科書に全部書いてますので、このあたりをしっかり覚えるようにしていってください。よろしいでしょうか。はい。でその他、アクションに関しては、選択問題ですね。それがいくつか出てきます。この握手という話はですね、主人公の、まあ、自分と、あと、ルロイ修道士というですね、恵まれない子供たちが入園する、まあ、子供園の、まあ、いわゆる先生ですね。このルロイ修道士さんのお話がメインになってきますので、ルロイ修道士がどんな人か、性格であったりとかですね、どういった歴史で、こう、日本で過ごしてきたか、というところをしっかり把握しておく必要があると思います。で、これもちょっとごめんなさい。電話入っちゃいます。今切りました。ルロイ修道士の人物像であったりとか、まあ、こういった人、この人がどういった歴史で日本に住んでるのかとか、まあ、いうことを理解する必要があるんですが、このことについては、まあ、それもの、国語の勉強されている方は、その問題をしっかり復習すること。あと、ワイヤーアイワークとかですね、いろんな問題集に、問題出てますので、大体、毎年見てると、ほぼほぼ同じ傾向で問題が出題されてますので、まあ、そのあたりをしっかり教科書読んだ後に、解いておくといいのかなっていうふうに思います。はい。国語は以上ですが、まずもう、学校の方で、教科書とか漢字練習帳を配布されている人は、教科書しっかり読み込む。で、漢字はしっかり読みと、ターンですね。あ、ごめんなさい。読みと書きですね。しっかり練習しておく。あと、まあ、ワーク類とか、塾から教材買っている方は、問題を徹底して解いておけば、まあ、ある程度点数取れると思いますので、しっかり取り組んでください。はい。国語については、以上です。で、次が、理科ですね。で、理科は、ちょっと注意していただきたいんですけど、毎年、先生が変わってしまうと、教科書の進めていく順番っていうのが、先生によって結構癖があります。で、去年の忠尾中学校の3年生の理科の先生は、割とこう、標準的な、出題をされています。教科書のページ数で言うと、10から28ページですね。これはまあ、いわゆる力の問題なんですけど、力の釣り合いとか合成とか分解とか、まあ、あとは記録タイマーの問題。これも後ほど送るメールで確認していただきたいですが、問題数は全部で14問なので、それほど多くありません。ですから逆に言うと、この力の問題の理屈とか中身をきちっと理解して、一問一問確実に解いていかないと、点数を大きく下げてしまう恐れがあるということですね。で、力の問題の場合は、作図の問題っていうのが必ず出てきます。力の合成とか、分解の作図ですね。で、これは練習しとかないと、テストの前日に勉強していきなり書けるっていうものではありませんので、で、これも問題集に必ず作図の問題が出ていますから、理屈をちゃんと理解した上で、しっかりと、書いていってほしいなというふうに思います。で、もしも教科書とか問題集を見ても、全然わからないという人は、セルモの、今お父さんお母さんに送ってるメールに、相談できる、ズームの面談っていうのを、案内してますので、そこから申し込んでいただいたら、ズームで面談して指導しますので、遠慮なく言ってください。はい。で、あと、記録タイマーの問題については、これ、小学校の時に習った、速さの計算ですね。そこの速さの計算の理屈が分かってないと解けませんので、もし問題集とか解いて全然できないっていう人は、もう一度小学校の速さの、いわゆるミーハー・ジの、法則ですね。まあ、公式
まあ、そういったところをしっかり見直していただきたいというふうに思っています。まあ、とにかく理科は問題数は少ないので、一問一問確実にしっかり解くということかなというふうに思います。はい。理科については以上です。はい。で、次に社会です。社会はですね、これも学校によってだいぶ違ってたりとか、あとは学校、同じ学校でもですね、2年生までにどこまで進んでるかによって、だいぶ中身が違ってきます。で特に、地理と歴史については、2年生の最終の段階で各学校が終わってるかどうか、そこを皆さん各自もう一回確認をしてください。一般的にはもう地理は終わっていて、歴史がですね、まあ、大体明治以降くらいが残ってる学校が多いので、まずは、2学期の期末テストがどこまでやって、まあ、今回は3学期の内容からね、出る可能性が高いので、それをまずしっかり、どこから始まるのかということを見極めておく必要があります。で、去年はですね、多田尾中学校は、歴史の進捗がかなり遅れていたようでして、歴史はですね、江戸時代末期の問題から出題されています。細かいところは、後ほど送るメールで見ていただきたいんですけど、合計すると、歴史でですね、ごめんなさい、合計書いてないんだけど、12の18の25問出てますね。ですが、基本的には、選択問題とか、記述式問題がほとんどだと思うんですけど、まあ、用語を覚えていくということですね。でも、これは勉強の仕方はもう覚えるしかありませんので、教科書まずは隅から隅まで、あと欄外の絵図とか図解とか年表とか、そういったものもしっかり読み込んで、その後問題集しっかりできるまで、やりこなしていくと。それほど特殊な問題は出てませんので、まずは標準的な回答ができるようにしていきましょう。あとはですね、ポイントとしては、結構漢字が難しくなるんですね。江戸時代の末期になってくると、例えば大政奉還とか、戊辰戦争、あと人物名で言うと西郷隆盛とか、勝海舟とか、あと明治時代になると、版籍奉還とかですね、廃藩置県とか、まあ、こういった漢字で書かないといけない問題の、漢字のミスっていうのが毎年塾でやる模擬試験なんかでも目立ちますので、まずは漢字できちっと書けるようにしておくということが重要かなと思います。で、教科書のページ数で言うと、去年は150から165、150から165でした。ただし今年はかなり範囲が違ってくるかと思うので、先ほど言ったように、まずは、2年生の時の2学期の期末テストがテスト範囲どこまでだったのか、もう一回再確認して、で、それ以降の歴史については、もう教科書の一番最後まで勉強をこの休校期間の間に終えておくっていうのはもう絶対必須だと思うので、そういう観点で取り組んでほしいというふうに思います。はい。で、次にですね、3年生から始まる社会、もう一つありまして、公民という科目が始まります。まあ、いわゆる現代社会の仕組みであったりとか、経済、政治、あとは、まあ、法律の分野、まあ、そういったところを勉強していく科目が公民と言われるものなんですが、去年の多田尾中学校の中間テストでは、この公民の8ページから27ページ、まあ、大体およそ20ページくらいですが、まあ、出ていました。で、この公民の一番最初の20ページから30ページくらいまでの範囲は、いわゆる一般的な社会の仕組みを説明する、内容になります。ですので、小学校の時にも少しだけおそらく社会で勉強していて、皆さんも日頃見るニュースとかですね、新聞とかで、少しは目にしたり耳にしたりしたことがある言葉なんだけど、はっきり理解していない、
覚えていないっていう問題が多いかと思います。まあ、例えば、少子高齢化の問題であったりとか、あと、グローバル化の問題、あと、情報化社会、インフォメーションテクノロジーという言葉がありますけど、この IT 化ですね、インフォメーションテクノロジー化の社会の中で、どういった事柄が起こっているかということを、問題は出されていました。全部で9問ですので、おそらく歴史の方が70点で、公民の方が30点くらいの配分なのかなというふうには思いますが、きちっと覚えてさえいれば点数が取れるのは公民ですので、こちらも歴史と同じですけど、教科書しっかり読み込んで、問題集の標準的な内容を暗記していくということかなと思います。公民については、学校の授業がね、コロナ明けは結構短くて、淡々と進んでいく可能性があるんですけど、学校の授業でも毎年コロナがなくても、授業時間がかなり削られる科目になってきますので、自分自身でできる範囲進めておく方が、受験には絶対有利になってきますので、そういった考え方で、時間が余ってたら公民をどんどん勉強していくというのがいいかなと思います。以上になりますけど、忠生中学校3年生の5科目のテスト範囲を大まかに説明させてもらいました。で、この後に、各教室から今言った内容をテキストにしたものですね、お送りさせていただきますので、それを確認して、今から1学期のおそらく期末テストになるかと思うんですけど、準備を進めていただきたいと思います。はい、であと冒頭に申し上げましたが、今はコロナウイルス感染症拡大に伴う自宅での、自粛の、外出自粛ですね、の時間になりますので、くれぐれもマスクせずに外に行ってしまったり、お友達と約束をしてどこかに遊びに行くとか、そういったことは控えて、家で静かに過ごしていただきたいと思います。それではこれで、忠生中学校3年生の昨年度の中間テストレビューを終了いたします。どうもありがとうございました。